ということで、今回は特製ビーフカレー、さらりとしたソースにとこけもあしらいでございまして、これはアルペン二郎という店なんですね。山小屋をイメージした店内で味わう独自のスタイルが横浜で存在感を放つ人気カレー店らしいんですね。でこれが神奈川県の横浜市に2店舗を持っていると。で本店が元町店にあるということらしいんですね。でこれが2018年4月の時点でのまあことなので、今現在はどうなっているかちょっと分かりませんけども、まあ、アルペン二郎というそのカレー専門店ですかねの店の味ということです。ではいただきたいと思いますね。うん、なんだろうね、このカレーは、まあ、みずみずしい味が特徴かな。うん、で非常にみずみずしいですね。なんか今まで食べたカレーとは違って、どっちかというとビーフカレーなんだけど、なんかなんか非常に味噌を飲んでるような感じですね。で、うん、この牛肉が非常にとろけるぐらい柔らかくてですね、なかなか、もうこれはこれで。ある意味同じ味わいではあるかなと思います。で、どこ、うん、まあさっぱりもしてるし、このみずみずしさと。カリーの美味しさがあって、うん、まあなかなかシンプルな味って言えばシンプルな味ですが、まあ結構な、うん、今カレー味といった感じですね。といって、非常にこの、美味しさがね、整っていて、なかなかのビーフカレー独自の甘さというのはよく際立ってるんじゃないかなというふうな感じです。ほんとさらりとしていて、もうほんと水を飲んでるような感じで、うん、非常にシンプルだけど味わいとしてはそんなまずくはなくて、なかなかさっぱりとした味で、それに少しちょっと辛さが加わってるような感じですね。どうもありがとうございました。